では続いて、この春から会社で、ホームなどの社内研修の講師などになりました。今はどもり気味で人前を話す緊張しています。またこのような、講師の経験がほとんどありません。仕事では話は抽象的すぎて分かりづらいと言われたことがあります。なんで講師になったんですかね。そこで話は分かりやすく説明できるようにするにはどのような方がありますでしょうか。どもりせず、緊張せずに人前を話すにはどのような方があるでしょうか。これに有効な書籍や動画があれば教えていただければ幸いです。Dラボ会員ですということなんで、まあ文章は長いけど Dラボ会員が言うしやろう。ということで一応お話しすると、まず、話を分かりやすく説明できるようにするようになったことなんですが、これは散々 D ラボの方では説明はしているんですが、説得力を上げるためのトークをですね、D ラボの方で紹介しています。例えば全ての、話を3パートリストって言って3部作にまとめるという方があるんですよ。例えば、今から話したらこういう話です。なんでかっていうと、なぜそれは同じかっていうと、まあ、理由が3つあります。こういう理由です。こういう理由です。こういう理由なんです。というわけでじゃあ本編に入っていきましょう。で本編では、3つの方法を今日はご紹介したいと思います。まず1つ目がなんとかなんとかメソッド。2つ目がこういうメソッド。3つ目がこういうメソッドです。はい。じゃあこれやっていきましょう。まず1つ目、なんとかメソッド。このメソッドには3つポイントがありますというふうに、全部3で統一してください。なんでかっていうと、人間って3っていう数字に謎の魔力を感じるようで、その3つのパートにまとめることに説得力が最大化するってことが分かってるんです。だから分かりやすく喋るっていうのは、相手に影響を与えること、記憶に残すことであり、これは説得力を高めることに他ならないので、この3パートリストを基本にやっていくのが、いいと思います。あと、どもらず緊張せずに人前で話す方法なんですけど、これは D ラボの中ではクラッチっていうテクニックとかで緊張をコントロールする方法を紹介してるんで、それを見てもらってもいいですし、あと、緊張感の問題なのであれば、心療内科とかに関わるようなレベルのどもりでないのであれば、本番に挑む前にですね、今自分は緊張しているなと、でも緊張してるって具体的に言うと手のひらに汗をかいていて心臓がドキドキしていてちょっと少し足がガクガクするなと、でこの感覚っていうのが実は緊張ではなくて自分の体がエネルギーを送ろうと思って一生懸命心臓が動いていて手足がちょっとゾクゾクするのは手足の毛細血管が開いて、ね、拡張して全身に血液を送ってくれてるからなんだ今自分は一番パワーがみなぎってるんだっていう風に自分に一回言い聞かせてそれからいくとですね喋る能力が高まるとかスピーチの説得力が上がったよみたいな研究とかもあるのでそういうリフレーミングをしてみる方がいいかもしれませんね。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。